はい、どうもおはようございます。ケンユウです。沖縄県糸満市でアボカドを中心に熱帯果樹や野菜の栽培をしております。今回はですね、ドリアンについてお話ししていきたいと思います。果物の王様と呼ばれたりもしますけれども、食べたことはありますでしょうか。まあ、存在感ね、そのドリアンの存在感ものすごくすごいですよね。とても臭いフルーツだとも言われております。はい、東南アジアにね、旅行とかよく行かれる際はとても身近なフルーツかもしれないんですけれども、まあ、最近はですね、まあ、国内のスーパーとかね、まあ、沖縄県のスーパーでもたまに、見るようになりましたね。かなり、身近になったと思います。僕も以前ですね、まあ、マレーシアに数ヶ月滞在していたことがあって、その時にですね、結構ドリアンを食べました。初めはですね、まあ、強烈な匂いが苦手だったんですけれども、まあ、ただ品種によってはね、匂いがきつくなく、まあ、とてもマイルドなものもあって、果肉もね、食べ慣れると結構美味しいんですよね。はい、虜になる不思議なフルーツです。僕のね、友人の、マレーシアの友人の方もですね、ドリアンは麻薬だと言ってましたね。一度手を出したら絶対にやめられないと、まあ、人生が狂わされたと言ってました。はい、まあ、そんなドリアンなんですけれども、まあ、今回はですね、そのドリアンの基本的なこととか、生理学的側面とかですね、栽培方法などについてシェアしていこうかなと思います。実はですね、僕も以前沖縄で、ドリアンの苗を入手してですね、まあ、その後枯らしたことがあります。やっぱりですね、その果樹の特性をきちんと知らないといけないなと、改めて痛感しました。で、その後ですね、かなり勉強しました。で、今後ね、栽培する機会があれば、そういった、まあ、知識をもとに、まあ、しっかりと栽培をしていきたいなというふうに思っております。で、これからね、ドリアンを育ててみたいよと思っている方とかね、まあ、僕みたいに失敗をしたくないよという方非常に多いと思います。まあ、なるべくね、 1% でも成功に近づけるように、情報共有をさせていただけたらと思います。で、また現在ね、ドリアンを栽培されている方も、まあ、復習程度にお聞きいただけると幸いです。で、また、結実させてるよ、うちはドリアンを収穫できてるよという方は、ぜひね、このチャンネルにお知らせいただけると幸いです。まあ、一緒にですね、いろいろ情報共有させていただいて、まあ、ドリアン文化をですね、作っていけたらと思います。はい、それでは、まあ、ドリアンのですね、基本的なことから紹介していきたいと思います。ドリアンの学名はですね、ドゥリオ・ジベシニス、と言います。ドゥリオ・ジベシニスですね。はい、ちょっと発音が悪いですけれども、まあ、ちょっと学名読みにくいんですね。パンヤカ・ドリアン族、というところに属します。学名というのはですね、二名法というルールで記載がなされております。前半部分が、族名ですね、ドゥリオ族、ドリアン族ですね。後半のですね、ジニシニスっていうのはですね、種小名になります。その植物の、特徴が表ラテン語に、なって入っております。日本語名もですね、英語名も、まあ、ドリアン、ジュリアン、というんですけれども、まあ、これはですね、東南アジアの、地元の言葉から来ておりますね。ジュリっていうのはですね、マレー語で、トゲという意味を持ちます。で、このアンっていうのはですね、モノという意味があって、まあ、つまり名詞を作るときに使用される、まあ、言葉の後ろにつくものですね。なので、ジュリアンっていうのはですね、まあ、トゲのあるもの、もしくはトゲのあるフルーツ、という意味になります。はい、まあ、つまりですね、まあ、俗名の、ドゥリオっていうのはですね、まあ、マレーシアの現地語から来ている、というわけでしたね。はい、で、種小名のですね、ジベシニスっていうのはですね、ジャコウネコと、呼ばれる猫から、来ております。ジャコウネコの香りがするというね、まあ、そういった意味を持ち合わせるんですけれども、まあ、ジャコウネコもですね、まあ、その糞から取れるコーヒー豆、で作るですね、コピールワ、というコーヒーがあるんですけれども、非常にこれ有名ですよね。はい、ちなみに、マレー語でコピーはですね、コーヒーという意味を表します。僕もね、よくマレーシアに行った時はね、最初に一番最初に覚えた単語は多分コピーでしたね。はい、コピーサトゥーとか言ってましたね。はい、で、コピールワックのルア、ルワックがですね、ジャコネコという意味を表します。で、このコピルワックはですね、結構インドネシアの、方が有名なんですけれども、結構マレー語とですね、インドネシア語ってかなり似てるんですね。まあ、お隣の国っていうこともあってですね、まあ、非常に、まあ、多くが類似している、まあ、言語、かなというふうにも思います。はい、で、次にですね、ドリアンの原産についてお話します。ドリアンの原産はですね、熱帯アジア原産ですね。で、具体的厳密にはですね、ボルネオ島とか、スマトラ島が原産だと言われてます。ボルネオ島はですね、北はマレーシアとブルネイで、南はですね、インドネシアの、まあ、3カ国に、まあ、政治的にですね、分割されている、まあ、そんな島でございます。島のね、約 73% はインドネシアの領土っていうね、まあ、そういった島です。はい、世界で、3番目に大きい島かな。で、こちらもですね、熱帯果樹の宝庫だと言われております。で、一方スマトラ島もですね、インドネシアの、領土内にある最大の島なんですけれども、こちらも、熱帯果樹が盛んな国、盛んな、すいません、島であります。はい、
ドリアンの原産でしたね。で、15世紀以降ですね、ヨーロッパ人にドリアンを知られ、まあ、ある程度認知されですね、まあ、多くの場所で栽培が実は試みられているんですけれども、結構ね、栽培難しいんですね。難しくて、普及がしてないです。はい。東南アジアのめちゃくちゃこの熱帯国以外ではあまり普及してない、というふうになっております。そのため現在もですね、主に熱帯アジアで栽培がなされております。はい。で、普及しなかった理由はですね、栽培が少々困難っていうことの他に、まあ、慣れない人にとってはとても臭いとかですね、まあ、他にも、果実自体がですね、トゲトゲしくて、危ない、危険性があるとかね、まあ、そういった理由などもあって、まあ、積極的に広がっていないということがあります。東南アジアに行ったら食べるっていうね、そんな雰囲気の、果物になりつつあるんですけれども、ただ、現在はですね、禁煙種なども見つかっていて、まあ、匂いが強烈ではないものとかですね、まあ、トゲが、まあ、そこまで硬くないもの、というのが見つかっていて、まあ、品種改良次第ではございますけれども、まあ、広がる可能性がね、大いにあるフルーツだとも思っております。はい。で、ウィキペディアをちょっと参照しておりますけれども、英語の方ですね。ボルネオ島にはですね、ドゥリオ、ジネシニス以外にもですね、多くの食用のドリアン属、というものがあります。で、そのボルネオ島にはですね、まあ、ローカルの市場には、ね、結構並んでいるようです。禁煙種ですね。ごめんなさい、ちょっと発音が悪いと思うんですけれども、例えばですね、ドゥリオ、クテジェンシスかな、はい、ドゥリオクテジェンシス、もう一個がですね、ドゥリオ、ドゥルシス、ですね。あと3つあるんですけれども、ドゥリオグレイブオレンス、ですね。はい。で、あと1つが、ドゥリオオキシレイアンヌスですね。で、最後が、ドゥリオ、テストディナリウス。ドゥリオテストディナリウス。はい。練習してこいやって話ですけれども、まあ、練習してもね、なかなか学名をスラスラ言うっていうのはちょっと難しいですね。まあ、そういった、まあ、なんだろうな、禁煙種が挙げられてました。ちなみにですね、一番最初に挙げた、ドゥリオ、クテジェンシスっていうのはですね、まあ、ライと呼ばれているそうですね。まあ、通称ライと呼ばれているそうです。こちらもですね、現在ドリアンを改良するための親として、そういった利用がですね、期待されているというふうに言われております。はい。ね、まあ、栽培が普及して、まあ、日本でも、まあ、沖縄でもですね、結構当たり前のフルーツに、なる、未来がですね、ちょっと待ち遠しいですね。次に、ドリアンの木の特性ですね、お話ししていきたいと思います。ちなみにですね、まあ、実際の木を、まあ、ドリアンの木ですね、見たいという方は、ぜひ沖縄県本部町にあるですね、熱帯ドリームセンターに行かれてください。2018年からですね、実際にドリアンの果実も、実らせていて、とても見応えのある木ですね。はい、新聞などにもですね、まあ、毎年取り上げられているんですけれども、2018年から3年連続で、結実して、で、2021年はなっていないのかな、もしかしたら。うん。で、時期やね、年によっては果実がない時もあるんですけれども、まあ、タイミングが合えばですね、その果実が生で見られると思います。で、もしですね、熱帯ドリームセンターが遠くて行けないよという方、まあ、ご安心ください。僕の YouTube でですね、熱帯ドリームセンターに行った時の動画がありますので、ぜひね、概要欄から飛んでね、ご覧いただけたらと思います。ただし、すいませんが、その時はですね、果実は、まあ、収穫されていて、果実はなかったんですけれども、まあ、木のね、立派さとかをね、見られると思います。はい、で、実際に木の特性についてお話ししていきたいと思います。ドリアンはですね、常緑の果樹ですね。常緑っていうのは、一年中落葉しない果樹ですね。まあ、常に、緑がね、木の上にある、というものですね。で、木は高木でとても大きくなります。放っておくとですね、20メートルから30メートル程度の高さまでね、余裕で成長すると言われてます。で、それ以上のね、高さにも成長するというふうにも言われてます。で、葉っぱはですね、誤生する単葉、という葉っぱをつけます。誤生っていうのはですね、茎の一つの節に、まあ、1枚ずつ葉っぱが、方向を違えてですね、つくっていうことですね。誤生と言います。はい。で、葉っぱはですね、長楕円形で先端が細いですね。で、サイズは結構大きくて、まあ、9センチから15センチ。結構ね、そこそこ大きいんですね。で、皮質で、まあ、表面はですね、濃い緑色。で、若干光沢があります。で、そして裏側はですね、裏面は、粉状のまあ、鱗片がついていて、若干ですね、黄金色をしております。はい、そんな葉っぱでございます。で、花ですね、花の特徴をお話ししたいと思います。花はですね、太い枝の、方に直接つきます。はい、以前、ジャボチカバのラジオの方でも、軽くお話ししましたけれども、まあ、こういったタイプの果樹はですね、まあ、寒生花と言いますね。幹に生じる花と書いて、寒生花ですね。幹に、生じる花ですね。このタイプの咲き方は、例えばですね、例えばカカオとか、ジャボチカバとか、
か、パパイヤとか、まあ、イチジクとか、まあ、パラミツとかありますね。ジャックフルーツと呼ばれているものです。パラミツはジャックフルーツと呼ばれているものですね。花は比較的大きくてですね、直径が5センチ程度になります。で、この、まあ、奥行きというか長さですね、長さが、そして7センチ程度で下向きに吊られたようにですね、咲きます。で、花びらがですね、4枚から5枚あって、白色かもしくは緑色、もしくはその中間色、という色合いをしております。両生花ですね。両生花で、おしべが多数あって、めしべが1本ある、というね、形態の花です。で、若干ですね、太ももかの、例えばグアバとかね、ジャボチカバとか、まあ、レンブなどに、似ているような形かなという感じの、まあ、はい、見た目もしております。で、子房はですね、5室あって、微小なね、鱗片に覆われてます。で、この微小な鱗片が、後々ですね、発達していって、トゲトゲしい形状に発達するということですね。で、またドリアンの花はですね、夕方から開花して、翌朝には閉花するっていう夜型の花を、つけます。自家結実する品種がね、多いんですけれども、多花受粉をさせた方が、結果が良い、ということが言われております。また、後でね、詳しく解説したいと思います。はい、次にですね、果実の特徴をお話ししたいと思います。果実はですね、結構大きいですね、サッカーボールくらいのサイズがあるものもね、あります。直径がですね、15センチから、20センチ程度、もしくはそれよりも大きいものもあります。通常はですね、1キロから3キロ程度で、もっと重たいものもあります。そしてね、トゲがすごいです。マレーシアだとですね、まあ、道のそばで屋台みたいな感じでね、こう並べられて売っていたんですけれども、僕最初あれ見た時ね、武器屋かなと思いました。はい、なんか武器売られてるのかなと思ってですね、結構驚いた印象があります。で、食べ頃の果実はですね、まあ、叩くといい音がするようで、まあ、マレーシアとかだと、まあ、購入するときにですね、そのスタッフが、まあ、ポンポンとね、なんか叩いて、まあ、これはいいやつだよ、みたいなことをね、促してね、買わせようとします。で、まあ、僕はですね、そんな音の違いがわからないので、まあ、お任せ、して、まあ、購入するんですけれども、まあ、購入後はですね、そのまま屋台の兄ちゃんがですね、大きめのナイフで、直接割ってくれて、その場でね、素手で食べるっていうね、まあ、そういった、ね、楽しみ方もあります。で、内側はですね、果実の内側、通常は、5室に分かれております。で、各室にですね、果肉が入ってるんですけれども、その果肉の中に、3つから5つ程度のですね、種子を含みます。で、近い果物だとですね、どういった果物があるかというと、例えばですね、まあ、ポポーとかね、まあ、ポポーのような果肉のような、ものが入ってますね。で、クリーム色とかね、もしくは黄色っぽい色ですね。で、品種によっては灰色っぽいものも存在すると言われてます。で、滑らかでですね、まあ、チーズっぽい硬さで、まあ、とってもね、僕的には、美味しいです。これ食べ慣れると非常に美味しいです。で、収穫後はですね、実はフレッシュな状態で食べると、そんなにね、匂いも気にならない、ですよね。まあ、そういった品種が多かったなという印象です。ただ、それでもですね、臭いとか気になるっていう人もいます。で、実は日が経つとですね、徐々に匂いが濃くなっていって、何かがこう猛烈に売れたような、そんな激臭が、走ります。はい。ちなみにね、まあ、果実を食べると喉の奥からね、ドリアン臭が、一日中残ります。翌朝までね、残るっていう人も多いですし、食べすぎると僕はね、結構次の日まで残ったりしてました。で、また現地のね、お菓子屋さんでは、その生で食べる以外にもドリアンを使ったアイスとかね、お菓子とかね、ケーキとかね、なんか変な饅頭みたいなものになんかドリアンクリームみたいなものをこう敷き詰めてね、販売されてるとかね、そういったいろんなものに使われておりました。はい、そんな感じでした。また今年はコロナ次第でありますけれども、まあ、マレーシアの友達にも呼ばれておりますので、ぜひね、行って実際のレポートをしていきたいなというふうに思っております。ちょっとね、あと栽培に関してお話もしておきたいと思います。まあ、僕は以前ですね、ドリアンのこと全く知らずに苗を購入して路地に植えましたけれども、まあ、見事に枯れてしまいましたね。まあ、何も知らないことほどですね、まあ、成長はないと思いますので、まあ、皆さんがね、僕のようにならないように、まあ、現在わかっているドリアンの栽培方法とかね、まあ、注意点、などをシェアさせていただきます。まあこれは自戒を込めてですね、ちょっぴり丁寧に、まあ、学術論文とかいろいろ参照してですね、お伝えしたいと思います。はい。まずはじめにですね、気候や温度のことについてお話ししたいと思います。ドリアンはですね、熱帯の作物で最低気温がですね、15度を下回る場所ではかなり厳しいというふうに言われてます。で、これ沖縄でもですね、実はギリギリで、路地ではなく、まあ、無加温でも、まあ、ハウスなどの栽培が必要であるというふうに言われてます。一方でですね、ただ花が咲く条件としては、20度以下の低温と乾燥、などのこういったね、外的要因が必要になります。ただ、まあ、そういった低温状態ですね、まあ、20度以下では、まあ、果実の
のりもよ、なりも良くなくてですね、まあ、限りなく結実しにくい、というものですね。花は咲くんだけれども、その後、結果するかどうか微妙な温度っていうことですね。ただ、まあ、これはですね、現在の研究だと、まあ、品種間の差があるっていうことが分かってます。近年の研究だとですね、チャニーという品種で、まあ、低温でも結実がなされるっていう報告があります。はい。ただ、まあ、一般的にはですね、木や果実の成長自体も、22度を下回ると成長しにくいというふうに言われているので、まあ、きちんとした成長にはですね、まあ、最低でも23度 C ですね、23度 C 以上の、気温が必要だというふうに言われております。で、この栽培適応のですね、高さ、がですね、まあ、世界中で広がっていない大きな原因だというふうに言われています。さらにですね、フィトフトラ菌などにも弱いので、直接のその雨とか風ですね、こういった、ものが当たらない環境が無難だというふうに言われています。そのため露地での栽培だと結構ねチャレンジング、だというふうに言われてます。でまた幼木とかね、まあ、若い木、若木っていうのは、まあ、直射日光にそこまで強くありません。そのため、多少遮光をしてですね管理をするっていうことが求められます。で YouTube でですね、まあ、英語で、ドゥリアンカルチベーションとかですねこう調べるとですね海外の、栽培の様子が出てくると思うんですけれども、若いうちはですね若いうちとか、まあ、植え付けの直後、などは、まあ、日光を遮るためのシートで覆っているところが多いですね。ここら辺も現地の栽培方法がね非常に参考になるところがあります。で、まあ、土壌に関してですね少しお話ししたいと思います。土壌に関してはですね、まあ、酸性土壌での、栽培が適してるっていうふうに言われてます。でアルカリ性によった土壌では、生育不良が起きやすいということが言われてます。まあ、そのためですね例えば沖縄県南部とかはね、アルカリによった土も、すごく多いので、まあ、植え付け前はですね客土してあげたり、例えばこう土壌改良などをして、pH pH の調整が求められます。はい。でまた鉢栽培ですね。じゃあ鉢栽培はどうかっていうとですね実は、小さい鉢で栽培されるときは結構注意が必要です。ある程度成長して根が張ってしまっていっぱいいっぱいになってしまうと、急にですね微量要素欠乏症といって養分が吸収できなくなる、状態になります。そのためですね鉢で管理される方は、まあ、その都度ですね鉢のサイズを大きく、していかなければいけません。ただですねドリアンはですね根っこが傷つけられるのを極端に、嫌うっていう性質があります。なのでですねこうなんだろうな、できれば、まあ、露地栽培に植えてあげるっていうことがね、好ましいのかなというふうにも思います。まあ結構ねわりかし、大きいサイズの鉢で、栽培管理をするのはですね、できるのかもしれないので、ぜひ、挑戦されてください。で露地栽培でもですね、その根っこが、まあ、傷つくっていうのは極端に嫌うので、その株の周りの、中耕ですね、耕す、ということをされる方が多い、まあ何人かおられると思うんですけれども、除草目的ですね、除草の際にその周辺を耕したりってする人が、多いかもしれないですけれども、その時は気をつけてください。はい。次にですね枝の仕立て方についてお話ししたいと思います。枝の仕立て方についてはですね参考になる本が、書籍があります。タイトルがですね、庭先で作るトロピカルフルーツ、という書籍があるんですけれども、こちら非常に参考になります。本書で、紹介されていた仕立て方ですね、今回引用させていただき、まあ、お伝えさせていただきます。詳しくは本書を買って読んでください。でドリアンの主幹はですねまっすぐ上に伸びます。でそしてドリアンの種子はですね、横にまっすぐに伸びます。はい。主幹は上に、種子は横にっていう感じですね。でそして花芽は、太い枝に直接つきます。そういった習性があります。そのため、主幹はですね2メートル程度で切り返して止めて、種子はですね、基部の方から出てくる小枝を剪定して枝を太くする、ということが必要です。で太くなると、花芽がつきます。種子はね徐々に太くなっていって、だいたい、この種子の径が5センチ、程度に達すると、まあ花芽がね誘導される可能性が高い、ということですね。ぜひやってみてください。で詳しくはね本書参照してください。はい。次にですね人工授粉の必要性をお話ししたいと思います。ドリアンはですね人工授粉が必要になります。花粉を集めてですね、まあ、筆などで撫でながら、まあ、人工授粉をね、行ってください。まあ、夜ですね。で人工授粉に関してはですねとても参考になる文献がありました。石垣にあるですね熱帯当初研究拠点の香西さん、という方が、まあ、2014年に書かれた、まあ、文献があるんですけれども、まあ、この方ですね結構、まあ、英語でも、まあ、日本語でもそうですけれども結構2014年にも書かれてましたし、2012年にも書かれてましたし、2020年にも確か書かれたかな、まあ、いろんな、年にですねいくつかこう文献を書いているんですけれども、まあ、2014年に書かれた文献がですね日本語で出てるので、ぜひ、まあ、紹介しておくんですけれども、タイトルがですね熱帯亜熱帯環境下における、果樹の結実性に関する研究、特に桃とドリアンについて、という文献があるんですけれども、まあ、この研究ではですね、3種類のドリアン調べてます。モントンと、チャニーと、カドゥン、っていうですね品種の
品種の、まあ、自家受粉とかですね、多家受粉の、結実率、こういったものを調べてます。で、自家受粉ではですね、まあ、モントンと、カドゥンは 80%、80% 以上結実したが、チャニンはですね、28% ということでですね、自家受粉に適するものと、適さないものがあるよということがね、報告されてます。で、また、自家受粉、すいません、人工受粉をしていない場合、結実率はですね、ぐんと下がって、5% 以下になったっていうことがですね、報告されております。また、本研究ではですね、花粉の発芽と温度の関係も調査していて、20°C や 25°C では良好であったものの、例えば 15°C とかですね、35°C であまり良好でなかったっていうことも報告してます。はい。受粉がきちんといかないとですね、種子が形成されないため、こう果実のバランスもね崩れます。ドリアンはですね、受粉をきちんと行って、種子がきちんとできることによって、まあ綺麗なバランスのいい果実、というものができるので、ぜひ人工受粉はきちんと行いましょう。で、原産地のタイなどではですね、バクロブトラゾール、などという、まあ薬剤ですね、こういうものが使われていて、まあ、花芽の促進とかですね、開花時期などを早める、こういったことをしておりますけれども、日本ではですね、結構四季があるので、その辺の、まあ、基本的な兼ね合いもあるので、結構若干ね、こういった薬剤を使うのは注意が必要ですね。花芽を促進させても、その後結実、期のですね、温度が低いとかですね、まあ、こういった問題もあるので、そこら辺は注意が必要です。はい、ということで、まあ、今回はですね、ドリアンについて詳しくお話しさせていただきました。ご参考になれば幸いです。はい、まあ、これでね、失敗する確率を、まあ、1% でも減らせたらいいんじゃないかなというふうに思います。また詳しくはですね、まあ、今回紹介させていただいた本書も読んでいただきたいですし、今回紹介させていただいた論文などもですね、ぜひ読んでいただいて、まあ、よりね、まあ、とても、まあ、シビアな、ものですから、きっちり勉強してですね、栽培に取り掛かってください。で、また僕のオンラインサロンの方ではですね、より、詳しい学術的な話なども共有しております。ドリアンに限らずですね、熱帯果樹、まあ、ほぼアボカドが、中心となって書いておりますけれども、まあ、そういった情報も知りたいよっていう方はですね、ぜひオンラインサロン入ってみてください。概要欄の方からですね、入れます。で、またさらにオンラインサロンメンバーさんのね、特典として、まあ、各地で熱帯果樹などを栽培する方たちと、まあ、オフラインでね、まあ、ワイワイやってる隠れ家的な、まあ、グループチャットがありますので、そちらにもお誘いしております。まあ、果樹栽培はね、仲間がいると、きっと楽しいと思いますので、ぜひね、仲間が欲しいよ、ワイワイしたいよっていう方は覗いてみてください。はい、で、最後までね、聞いていただきましてありがとうございました。ぜひですね、いいねボタンの方を押していただけると、とても嬉しいです。僕のモチベーションが上がって、いろんな家事をこう紹介しようっていうね、気になりますので、ぜひ皆さんの清き、1いいねをいただけましたら、とても嬉しく思います。はい、で、さらに、まあ、最後ですね、ちょっと熱帯ドリームセンターに遊びに行った時の動画がありますので、こちらおまけの方に貼っておきたいと思います。はい、こちらもね、まあ、フルで見たい方は概要欄の方から飛んでみてください。はい、ということで、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは、素敵なドリアンライフをお過ごしください。ケンユでした。バイバイ。くぐってすぐにもうあの玄関のところが見えてたんですけど、パラミツがありましたね。あ、すごいね、ジャックフルーツ。これすごくでっかくなるんですよね。うん、こんな感じ、木の幹からぴょこぴょこと生えてきております。うわー、マンゴスチンが立派に育っておりますね。これだけ、はい、こんな感じですね。まあ、あの向こうにもホワイトサポテがありますけれども、乗ったやつかちょっとテンション上がっちゃった。ドリアン、これ新聞に載ってて、で、あの見に来た目的がドリアンなんですよ。で、果実が今年実ったという話。あ、あそこじゃない、これじゃない、もしかして、これ、これ、ここについてたんじゃない、ドリアンと、あとあっち、あ、ここと、ここ、あ、すごい、見て、これ、あの下の方に、下の方が分かりやすいかな。あー、カカオの実、わ、すごい。で、花がですね、カカオの花は、僕も一回友達に写真で見せてもらったことがあるんですけれども、こういう風にですね、木の幹から直接ぴょこぴょこと、まあ、キノコみたいに生えてきて、で、5枚かな、花びらが確か。で、これが、まあ、4枚だったような気もするけど、まあ、5枚のような感じもするね。うん、で、こいつが幹からぴょこぴょこと出てくるということですね。